今日も、今日はとりあえず1回はやろうということで、まず自作曲覚えておくよ。おぼいきなり声が出ないのもんな。おぼ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 ん、うん、おぼおぼんおぼんこぼんみたい。すごい短い歌。昔話を聞かせてよ、聞かせてよ。昔話を聞かせてよ、おじいさん。おとぎ話を聞かせてよ、おばあさん。今日がとってもいい天気だから、とってもいい天気だから、わからなくても聞かせてよ、おじいさん。わからなくても聞かせてよ、おばあさん。今日がとっても穏やかな日だから、今日がとっても穏やかな日だから、昔話を聞かせてよ、おばあさん。おじいさんおばあさんとおじいさん、まあどうでもいいんだけど今日は出来が悪いな。じゃあ次は浜口の浜という一文字のタイトル。向こうの沖を連絡船が夕日を浴びて通り過ぎてく。浜は静かで、おじいさんが裸足で通る。明日の朝は早く立とうか、ここはあまりに優しい浜だから。
なんかだんだん駄作が増えつつあるな。じゃあ、歌うのがね、すごく俺はこの歌はさ、前は好き、歌ってたんだけど、歌うのが苦手になっちゃって、でも自分の作った歌の中では最高傑作だと思ってるんだけど、歌いながら夜を行けっていう、これを歌ってみよう。でも下手になっちゃってんだよな。コードもなんか どれを押さえてたんだか分かんなくなっちゃった。これはね、あんまりゆっくり歌わない方がいいんだろうけども、でも、ね、難しいから。
風船ガムの歌。恥ずかしながら、あの、なんだろう、ヤマハポピュラーコンテストみたいなのが昔あったんだよ。ポップコン、ヤマハポップコンで地方予選がいっぱいあって、それで全国大会があってグランプリ、そうすると世界歌謡祭っていうに行くんだけど、まあ、世界歌謡祭から出た歌いっぱいあるよね。旅立ちの歌とか、中島みゆきの時代もそうだし、チャゲアスもそうだし、飛んで飛んでっていうやつもそうだし、Don't stop, don't stop the music ってあれもそうだし、とにかくヤマハが主催してたアマチュアポピュラーソングコンテスト、その予選に友達が誘ったので2人でユニット組んで、友達の作った曲と俺の作った曲と2つぐらいかな。会場、あの千駄ヶ谷にあった会場で、結構そこそこの広さがあって、でそれぞれの、まあ個人的な友達とか応援団が100人ぐらいいたかな、客が。その前に順番に出てって、友達と俺で 歌った曲の一つがこれなんだこんな幼稚の歌を歌ってさ、当然予選落ちなんだけど、で岩渕リリっていう歌手がいて、ゲストに来てて、もうその人プロなんだけど、新人、いつもいつも思ってたっていう、あのね、なんだっけサルビアの花っていう、まあ2つぐらいの共作だったんだけど、グループがそれ歌ってて、でソロで岩渕リリーもそのバージョンもあって、それを歌ってたな、ゲストで。そんなような恐れ多くもヤマハのポップコーンの予選でこんな風船ガムの歌なんていう歌を歌ってた俺別にそういうのに俺出る気なかったのに、友達が出よう出ようって言ってたからさ、つい、ね、調子に乗っちゃってそれもまあ青春の思い出ということにじゃあ窓辺の子守唄。どこまで世界が
広いのか誰も知ってはいないけど、僕の部屋のちっちゃな窓から見える空はどこまでもどこまでも広い。この世界もきっと空と同じくらい広いと僕は思ってるんだ。僕もいつかはきっとこの広い空にどこまでもどこまでも飛んでいくだろう。窓辺の子守歌適当な歌だな。じゃあプレイヤーズ王国というサイトがあったという歌。プレイヤーズ王国ってもう15年20年近く前かな、ヤマハがインターネット上でやってたアマチュアを対象にした音楽投稿サイトで、でカバー曲でもいいし自作曲でもいいしどちらでも投稿 OK で、結構いろんな人そこに集まってたな。そこで俺はまたあの何十年もギター弾き語りか遠ざかってた俺がそういう投稿サイトを知ったのでまたやる気になって歌作りとかを始めたきっかけになったわけだけど、今はそういう音楽投稿専用のサイトってあるんだろうけども、かつてほどの盛り上がりがなくて、なぜかというとツイキャスとか YouTube があるから、それらは別に音楽に限らなくて喋りでもいいわけだし、ゲーム実況でもいいから、その歌を作った歌なりカバー曲自作曲を投稿するサイトっていうのは、別にヤマハが主催したその音楽投稿サイト、音楽にこう限定したサイトがなくてもいろんな動画として YouTube ツイキャスがあるから、みんなそっちに行っちゃうんだよね。あの頃はその YouTube もツイキャスも TikTok も何にもなかった時代だから、しかも動画があんまりアップできるっていうサイトがほとんどなかったから、音を録音して音だけを上げるっていう音楽専門投稿サイト、音だけ上げる、そこでいっぱい曲作ったな。やがて今こうやって動画っていうかライブ配信までできる時代になっちゃったので、恥ずかしながらこう姿を出しつつ歌ってるわけだけど、そういう音楽熱を再燃させてくれた、若い時やってたのをまたおっさんになってからもう一回やりたいなと思わせてくれたサイトがヤマハのプレイヤーズ王国っていうサイトなんだけど、そこにいっぱい集まってた人たちのことを作った歌、歌った歌。プレイヤーズ王国というサイトがあった。懐かしい歌がそこに並んでいた。遠い昔ラジオで聞いたフォークソングだった。そうだあの頃失恋したんだよな、あの歌を聴きながら酒を飲んだっけな。ほろ苦い青春が蘇ってきた。あの頃の俺を励ましてくれた歌は今も心の中を風に吹かれて流れてる。
プレイヤーズ王国というサイトがあった。ネットの広場でみんなが歌っていた。おじさんやおばさんがギターを弾いていた。あなたはその歌をいつどこで覚えたの？皆さんの人生はどうだったですか？どこかですれ違っていたかもしれないね。あ、時代遅れの歌たちだけど、いつでも俺を待っていてくれる。懐かしい歌に今夜も会いに行く。いい歌だな。しみじみっちゃうよ。しみじみしじみ。いい歌だ。何分いきましたでしょうか。22分か。勇気の川をという歌。勇気の川を渡る人は愛の荷物が重たそう。涙の水は腰まで浸かり、別れの岸にはもう帰れない。希望の峰を歩く人は昇る朝日が眩しそう。故郷を見下ろす峠を越えて、暮れる谷間に今日も夢見る。勇気の川をという歌。次は孤独という歌。捨てどころのちょっと低い。捨てどころ。心のない悲しみや怒りをぶつける何かが欲しいと思う。溢れ出る喜びや驚きを伝えられる誰かが欲しいと思う。さっきコード違うのをおっしゃってたな。捨てどころのない悲しみや怒りをぶつける何かが欲しいと思う。溢れ出る喜びや驚きを伝えられる誰かが欲しいと思う。一人なんだと
人なんだと、あ、これだ、一人なんだと、孤独なんだと、心に言い聞かせて生きてきた。取るに足らない昨日や今日、話せる誰かが欲しいと思う。孤独なんか途中立派な詩だったけど、孤独という歌、何分だろう、もう短いな、するとそんなに長い歌はできないのか。世界っていう歌、名もない花と言うけれど、名も、もう一回、名もない花と言うけれど、名前をつけたのは人間だから。花から見れば人だって、名もない生き物さ、名前や形や色なんて、そんなことはどうでもいいじゃないか。同じ世界に形の違う生き物がただそこにいるだけで、それだけでいい。まあまあ今日はあんまりこれはいい曲だなっていうのはなかったな、今日のラインナップの中では。まあ最高傑作の歌いながら夜を行け、これをもう少しうまく歌いたかったけど、あとはプレイヤーズ王国というサイトがあったっていうのはまあまあかな。うん、そんなところで、ね。ではでは、ありがとうございました。バッハハーイ、ケロヨン。